スチューブ始まるよ。最後まで見てね。おはようございます、今日はね、うららです。見てください、ソファーの上で寝ています。寝てはないけどね。よし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 、かわいいな。こうやってね、ソファーの上で、普通にね過ごしてるんですが、こんな姿ね、数年前まで、見ることはね絶対なかったんですよね。なぜならね、前にもね動画にしたんですが、うららというのはね保護猫です。でね、我が家に来た時はなんというか、もう触ることもおろか家の中でもね見ることなんてできなかったんですよね。で、いつもねうららはどこにいるんだろう、餌を置いといたらいつの間にか餌がなくなっている、トイレもねなかなか覚えられませんでした。で、保護してね1年とか1年半ぐらい経って、徐々にね、あ、うららが今通ったとかね、それでもねまだ触ることもできません。そんなね日々がずっと続いて、うららちゃんね、まあ、男の子なんですがちゃんとつけています。で、ある日ね徐々に懐いてくれて、また旅をね、普通のまた旅じゃなくて結構ね高級なまた旅を、買ってみました。それからねうらら、すぐにね懐くようになってきて、ほんでもう今ではね寝るときはもう毎日一緒で、寝る時間がねちょっと遅くなるとうららはね一緒に寝よう一緒に寝ようって呼びに来てくれるんですよね。で、こう先に歩いて後ろを振り返って僕を見てこっちこっちと、で布団の中に入ったらいつも僕の腕枕で寝ています。朝ね起きる時も一緒です。うららがね早く起きるとにゃーにゃーと耳元でにゃーにゃー起きよう起きようと、僕がね早く起きると、一緒にねまだ朝が寒いんですが一緒に起きてくれますな。こんなにね可愛いんですよね。でもねまだなかなか懐いてないこともあって、それはね何かというと膝の上でなかなか寝てくれないんですよね。他のね猫ちゃんキララララなんかはもう膝の上が大好きです。座っているとねいつも膝の上に乗ってくるんですが、うららまだ膝の上だけねまだちょっと苦手なんですよね。過去にね何があったのか分かりませんが、もう今ではねすっかりもう家族の一員で、こうやってねすっごい懐いてくれるんですよね。出会った頃とは大違いです。で、出会った頃も、ガリガリでした。で、結構ね言い方悪いんですが、死にかけていました。そこからねご飯あげて、病気にもね今まで何回かかかり、おしっこが詰まったりしてね、こうなんていうかね尿から血が出るんですよね。で、だん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 、動かなくなり、ほんでねこうどう言って症状的には座ってずっとこう動かないんですよね。ほんでそれが悪化していくと座って顔もこう地面にくっつけてよだれ垂れてるんですよね。で、ある日の朝、こう座っていてよだれ垂れて顔も地面にねくっつけて、本当にもう、うららって朝起きてびっくりしたんですよね。で、触ってみるともうカチカチです。猫ちゃんってね、まあ、猫ちゃんに関わらず動物って死んだら、硬くなるんですよね。ほんでもううららもカチカチで、抱っこしてももう座ったまんまの状態から、手とかもねずっとこうなって動かないんですよね。急いでね緊急で病院連れて行って、手術とかねいろいろしてもらって、先生曰くもういつ死んでもおかしくない状態でしたと。そんなこともねいろいろあって、なんでそんなにね気づくの遅れたかっていうと、うららね普段寝てるんですよね。普段寝ているんでいつものように寝てるのかなと、思ってたんですよね。
で、一日経って、あれ？なんかいつもより寝すぎちゃうかなって。眠たいんかなと。で、次の日に、いや、おかしいなって、だいたい二日ぐらいでね、状態悪化してからすぐ気づきました。なのでね、定期検診とかもね、結構それから頻繁に行くようにして、そういうのも大事ですよね。やっぱりこう病気になってから行くんじゃなくて、健康、人間でいうね、1年に1回の健康診断とか、そんな感じで結構ね、動物も大切ですよね、そういうな。よしよし。で、先生に言われたのはまたね、なるかもしれませんと、言われました。完全には治らないかもしれませんと。でもね、それから、すごく元気に過ごしています。よしよし。おいで、よし、おいでおいで。ここ暗いからさ、こっちおいでよ、こっち、ここおいで。どうしたん、よしよし。こんな感じで本当に懐っこいです。どんなね、猫ちゃんワンちゃん、過去にね、何があったか分かりませんが、人間にね、ひどいことされたりとか、そういうこともね、ありますよね。でもね、この子は懐かないとかね、この子はね、人間を信用してないとかね、そう決めつけてはダメですよね、やっぱり。信用してなくたら、信用してなくたらって言い方おかしいな。信用してなかったら、やっぱり信じられるようなね、信頼関係、動物とね、築きたいですよね。なおらら。よしよし。首の下が大好きです。あと背中もね、背骨のところが大好きなんですよね。よしよし。俺のズボンの柄に馴染んでんぞ。今日はね、チャンネル登録者数も、だんだん増えてきて、うららはね、どういう猫なのかなって気になってる方も、おられると思うので、またね、こういう話もしてみましたな。よしよし、バイバイは、にゃー、バイバイのにゃーは。バイバイしたくない？よいしょっと、よしよし、かわいい声聞かせて。よしよし。いつもね、動画見てくださりありがとうございます。渡辺ボスのね、動画では、毎日一日一本動画を投稿していますな。よしよし、じゃあそろそろバイバイにしようか。はいわ、はいわ。バイバーイ。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。